人工生命は人間によって設計、作成された生命。生科学やコンピュータ上のモデルやロボットを使って生命をシミュレーションすることで生命に関するシステムを研究する分野である。人工生命は1986年にアメリカの理論的生物学者クリストファー・ラングトンによって命名された。人工生命は生物学的現象を 再現しようと試みる点で、生物学を補うものである。また、人工生命を、アライフと呼ぶことがある。手段によってそれぞれ、ソフトアライフ、ハードアライフ、ウェットアライフと呼ばれる。一般には、生命とはすなわち、分類学的な生物の生命のことであるがという、分類であった。ここでは生命を持つ生物のような振る舞いをする、人工物なども、 すべて含むものと生命を定義する。ルーツの一つには生命とは何かという哲学的な命題がある。わからなければ作ってみようという発想のルーツの一つでもある。研究対象は大まかにコンピュータ上に形成されるソフトウェア、既存の細胞機構に類似した機構を採用したウェットウェア、機械類で形成されたハードウェアの存在様式が想定されている。 個体生命が集合して、初めて生命として機能するという生態系的なアプローチも多く、その一方では、細胞レベルの単細胞生物の集合体である、個体を想像するアプローチも存在している。これらアプローチは、既存の生命機構を抽象化した上で、何らかの人工物に、その行動様式や機能を模倣させて、その振る舞いを研究したり、 単純な機能セットを構築した上で組み合わせて個体として機能し得るかというものであるが、さらにはそれら個体を集団として生態系を構築する試みもなされている。人工生命の研究ではソフトウェアエージェントの進化や人工環境におけるシミュレートされた生命形態の増殖を研究する。その目的は 生命の進化に見られる現象を制御された環境下で研究することであり、細菌やネズミを使っていては限界がある進化の研究をより自由に進めることにある。生態や環境のシミュレーションにより、かつては異端とされた実験や不可能とされた実験も可能となる。また、経済学や社会学に関するエージェントについても、 創発的特性に基づくものを総称して人工生命と呼ぶことがある。これら人工生命の共通点は個体群による繰り返しの考え方である。つまりエージェントが世代を重ね突然変異などによって時と共によりよく適合するようになっていく。ライフゲームがよく知られているがさらには突然変異による進化説的なアプローチから 他の生命から生まれた生命が他の生命を捕食したり依存して反映するかどうかを観察できるソフトウェアも存在する。進化学者のトムレイは、ティエラという遺伝子の突然変異をシミュレートしたソフトを開発し、人工生命研究の先駆けとなった。個体の一生は、わずか数秒から数分といった過酷な進化過程を経て、種族として生き延びるものや、 強人で著名な個体の誕生まで様々な淘汰による変化で多彩な生物嘘を形成する場合がある。観察者が介入してインタラクティブに人為選択による進化を促進させるソフトウェアも多い。ガイア仮説をゲーム化したシムアースとは有名である。現状の生命の一般的定義から言えばソフトウェアによる人工生命は生きているとは言えない。 しかし、人工生命の可能性について別の意見もある。人工知能一般に、人工知能はトップダウン手法を用いるが、人工生命ではボトムアップ手法を用いる。人工科学人工科学とは、人工生命のコミュニティで、科学反応プロセスを抽象化する手法として生まれた分野である。最適化問題での進化的。 アルゴリズム人工生命の技法を応用した最適化アルゴリズムが各種開発されてきた。人工生命とこれら最適化アルゴリズムの違いは、その進化的特性が生存とか死を避けるとか食物を探すといった方面ではなく、解を求める、可能性を高める方向に向けられている点である。進化的アート進化的アートは人工生命の技法や手法を応用して新たな、 アートの形態を作ったものである。同様に音楽に類似の手法を応用したエボリューショナリーミュージックもある。ヘビ型ロボット古くはコンフリクトの解消に他の介在を求めるオルターの亀にもその片鱗を見ることができるが、玩具化され市販されたものではメカニマルもある。メカニマルは単純に動物の動作を模倣したもので、知覚思考能力は皆無だが、 生物の工学的アプローチによる行動様式の解析は、その後多くの生物学者が注目しており、娯楽産業界は、ハリウッド等でも特殊効果技術の一端として、本物そっくりの動作をする機械の研究が進んでいる。その一方で、多関節機械に単純な目的意識を与えて、肉体に当たる機械部分を自由に制御させ、 その結果をもとに自己学習を行い運動機能を改善させようという試みもある。学習開始直後は満足に進むこともできない存在が学習を繰り返すうちにバタフライ a 法のようなダイナミックな移動方法を習得した事例もある。現在の生物学では脳や内臓、消化器官並びに生殖器を持つような多細胞生物を生み出すことは実現してないが 外部からのエネルギーを得て自分の構成要素を環境から取り入れ自己複製的に分裂するものの研究が進んでいる将来的にはナノマシン技術の一つとして特定の機能を持たせた人工単細胞生物による医療分野における活躍が期待されているほか特定の物質を分解ないし無毒化する機能を持つ人工微生物による環境保全や 所定の分子構造を持つ生産物をもたらすことも期待されている。2003年の段階で延期配列より人工ウイルスを約2週間で合成することに成功している。ただしウイルスは他の生物細胞内に侵入して自身の複製を行わせないと増殖できないため生命の範疇に含めるかどうかには議論の余地がある。 これは、米大体バイオエネルギー研究所が1200万ドルの予算で2002年から行っている研究の一端で5386円期待を持つものであった。2010年、アメリカのクレーグ・ベンター博士のチームは、ミコプラズマのゲノムを表す、ほぼ完全な DNA を酵母の中で合成し、本来の DNA を除去された種の細菌の細胞に、 合成した DNA を移植する手法で自律的に増殖する人工細菌を作成することに成功している。生命は非生命からどのようにして生まれるか生きているシステムの可能性と限界は何か人生は心、機械、文化にどのように関係しているかソフトウェアによる人工生命は多くの批判にさらされてきた。しかし、サイエンスや ネイチャーなどの学術誌に最近掲載される人工生命に関する論文に示されるように徐々に学会の主流にも人工生命技術が受け入れられつつあり特に進化の研究でその傾向が強い一般に人工生命の研究は計算機科学の分野で盛んであり生物学者が人工生命を研究するということはほとんどない計算機科学の中でも 人工生命の研究に懐疑的な立場もある。人工ウイルスに関して問題が指摘されている。韓国より報告のあった豚の遺伝情報のサンプルから十数年前に開発された人工ウイルスの遺伝情報が検出されたとされている。ウイルスは感染の過程で宿主の遺伝情報に自身の遺伝情報を書き込むため、もし人工ウイルスが環境中に流出した場合、 どんな生物に感染し得るのかや、どんな影響があるのかが予測することができない。またバイオテクノロジー的な技術によって改変された、生物の漏出に関しては、生物の多様性に関する条約に含まれる、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書において、監視対象として制限されているが、生命そのものを制作した場合においても、 同様の監視と漏出防止のための努力が求められている。さらに人工微生物もナノマシン同様にグレーグーの可能性が指摘されている。特に単なる機械装置とは違って人工生命が環境中にある素材から自己複製が可能な場合、あらかじめ無限増殖を予防する措置も必要と考えられている。 クリストファー・ラングトンホワット・イズ・アーティフィシャル・ライフ2007年1月19日閲覧マーク・エーベダーアーティフィシャル・ライフオーガニゼーションアダプテーションコンプレキシティフロム・ザ・ボトム・アップトレンズ・インコグニティブ・サイエンシズ2007年1月19日閲覧正確には動物界植物界鉱物界の3回エイリスト・オブ・オープン・プロブレムズ 2018年3月18日閲覧、オープンプロブレムズインアーティフィシャルライフ、2018年3月18日閲覧、エボリューションエクスペリメンツウィズデジタルオーガニズムス、2007年1月19日閲覧、ありがとうございます。